こんばんは、マッチドリチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、所沢市、埼玉県所沢市の Kotesashi駅の南口の方になるんですかね、に来ております。これからね、Kotesashi駅周辺を歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年の、11月5日土曜日ですね。時間はですね、午後6時35分。ではですね、街の方を歩いていきたいと思います。こっちが駅ですね。すいません。駅の南口。西武鉄道ですね。バスとかもこれ西武ですかね。ドラッグストアがあったりとか、あとこっちで八軒で居酒屋さん、あと餃子の満州、本屋があったりとかですね。なんかね、建物のね、一階にこうやって商業施設があるっぽいんですけど、この辺はちょっと店舗が入ってるかどうか。整骨院とかあるみたいですね。でびっくりしたのがですね、これもマンションなんですけど、こっちも左右対称みたいな感じでマンションがあったりとかね。で駅のね、反対側も結構高いマンションが建ってて、あれとか。そうですね、そういう街なんですね。でセブンイレブンがあります。では駅の反対側に向かってね、ちょっと歩いていこうと思います。ちょうど回送列車です。ところか所沢ウォーキングマップ。どこですかね、今いるのは。Kotesashi駅、この辺ですね。山口貯水池、狭山湖とかね、多摩湖とか、だいぶ広域ですよね、これ。何キロのコースなんでしょうか。その辺がちょっと分かんないですけど、10キロとかそういう感じでしょうかね。でこれが切符売り場と改札ですね。こんな感じで
ホームが見れます。ここはヨーク風紙、フーズがあって、現在地、しだれ桜が有名なんですね。あ、車の中だ。一ヶ月半車の中。駅をね、移しとこうと思うんですけど、こんな感じですね。小手差し駅、駅のロータリーにスーパーがあって、これは一般車中心のロータリーなんでしょうかね。こっちの角度からも映しておきましょうか。こんな感じです。そして目利きの銀次があったり、これ右か引き高屋ですね。そしてその向こう串カツ田中、小手差し駅はもちろん初めてですね。もちろんというのもおかしいですね。小手差し駅初めてです。大きな声優があるんですね。この声優も24時間営業なんですね。常にこう困るってわけじゃないんですけど、たまにやっぱり24時間スーパーがあるとすごく便利ですよね。
なんか子供が小さい時はどうしても次の日に必要なものを言い忘れて夜中になんか買いに行ったりっていうのをたまにしてましたね。あとは猫を飼ってたりとかするんで急にじゃないんですけど餌がなくなってたりとかね、なんかそういうので急いでスーパー買いに行ったりとかね、そういう意味で言うとやっぱり24時間スーパーあると便利です。こっちにもお店があったりするんですね。そしてミスタードーナツ、もうちょっと色づき始めてるというか赤いですよね、だいぶ。この先のね T 字路になっている交差点ぐらいまで歩こうかなと思うんですけども、ちょっとねその T 字路の道を見てね、まあ、そこでやめるか、ちょっとなんか面白そうなところがあればそっちに向かう感じで行きたいと思います。レストランドカフェ、すごい、ライブハウスバー&歌詞スタジオ、ライブ演奏とかをしてるんでしょうか。買取屋さん、古着屋さんですね。で正面がカローラ、そして左行くとホームズがあるんですよね。ちょっとホームズぐらいまで行ってみましょうか。もう扱ってる車がパッソ、ノア、エスティマ、そ
な感じなんでしょうかね。このホームズはバーガーキングがあったり、あとダイソー、ロゴス、ミズノ、ギャップも入ってるんですね。まあそうです。じゃあこう渡るところはなさそうなので、もう少し行ったあたりでね、撮影を終えようと思います。完全にロードサイドのお店ばかりがある感じですね。ではですね、この辺りで撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。